いま。おかえり。カメラですね。はい、待ち構えてました。マジっすか。はい、でもあまり部屋を映すと怒られそうなので。はい、花の金曜日でございますね。今日はね、待ちに待った金曜日ですよ。はい、今日はちょっとね、忙しいかもしれないんですけど、はい、はい、やっていきましょう。はい、放課後ルーティンですか。はい、ルーティンというよりまあ軽く過ごし方程度でいいかね。そうですね、うん、今日はちょっとだから忙しめだから、ちょっと、はい、撮ってみようかなと思います。はい、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 ということでまずはですね、本屋さんに行きます。はい、はい、なんと今日は、ね、12月の4日でなんと鬼滅の発売日。でも鬼滅は多分ないと思います。ないですね。もうね、ツイッターとかでも、 もう朝から行列、開店と同時にお店が、はい、開店と同時に行列らしいので、うん、もう多分今はもうないと思われます。はい、予約の分だけかもしれないの、お店に出てたのですよね。なので、はい、まあとりあえず行ってみるって感じですね、鬼滅は。そうですね、はい、本題はヒロアカです。はい、今日はヒロアカの漫画も発売日なんですね。多分なんで多分なの。それで多分そう暗記してるから。あ、そうなの、暗記してたのね、うん、はい、じゃあとりあえず行ってみましょう。はい、行きましょう。はい、本屋へ。めっちゃ売ってた。あ、売ってましたね。売ってるか。ということでね、無事に買ってまいりましたって言いたいですけど、あの求めていたヒロアカですね。あの1月の4日発売で12月。まあしほちゃんの勘違いですね、これは。1ヶ月先だったんですよ。仕方がない、これはね。で、鬼滅が売ってたんで、うん、鬼滅買って。鬼滅いっぱい売ってました。なんかあの品出しもまた知ってるし。何が売り切れだったっけ？富岡さんの柱になる前かな、うん、富岡さんとか、うん、煉獄さんとか、うん、そういうなんか個人のお話、うん、なんだ、うん、それも今日発売なんだ。それが今日発売で、それが売り切れだった。こっちはもうみんな見てるからな。そうね、ジャンプで見てる人もいるし、見てる人いる。このね、普通の漫画はいっぱいありましたね。もう来年も一応ジャンプにあったはずなんだけど、うん。で、あとヤクネバとヤクネバの霊感ですね、こちら、うん、ファンブックが、はいはい、今日発売だったので、うん、あれ今日だったよね、わかんない。あの結構新しいとこにあった、うん、あと円円です。これ買えてなくて、うんうんうん、さ、この前あの花子くん買いに来た時に買えばよかったなって思ってたんですけど、うんね、忘れてて、はい、じゃあこの3冊をね、買いました、はい、であと、うん、借りました。レンタルもしたんですか。漫画7巻借りました。読めんのそんなに。読めるでしょ。今日忙しいよ。全部一緒だから。あ、そっか。はい、じゃあとりあえず帰りたいと思います。はい、はい、ということでもう帰ってきて今ちょうど4時50分ぐらいです。はい、50分ぐらいかかったね、行って帰ってくるのに ね、はい、結構かかったね。はい、で帰ってきてすぐなんですけど、ちょっと時間がないのでね、はい、なんとこちら昨日しほちゃんがこの生地だけ買ったんです。はい、ちょっと昨日割っちゃったんだけど、はい、こまあまあそこはいいとかして、ちょっとクリームがなくてね昨日ね。そう、昨日買い忘れて、そう、今日ママが買ってきてくれたので。そうなんです。なのでデコレーションからやりたいと思います。
はい、これどうやんの。でもね、ほんそう初めてだからね、作るの。皆さんちょっと初めてなのでうまくできるかわかんないんですけど、あとね、ちょっとここね、あのレシピではね、カスタードクリームをやるって書いてあったんですけど、うちはもう生クリームそのままいっちゃいます、ね、うんそうですね、はい、こんな感じにして、はい、そのフルーツをね、はい、乗せていきます。はい、でもうちぶどういっぱいあるんで。そう、ぶどうはね、いっぱいあります。ぶどういっぱい乗せよっか。でもどうしよう、これはこんな感じ、うん、なんかさ、ぶどういっぱいあるからさ、うん、ぶどう出してきていい。そうだね、できましたね。できました。こんな感じで。できました。いいじゃん、いいじゃん、かわいい、かわいい、いっぱいもりもりね、のせました。はい、じゃあこれを型から取って食べましょうか。そうですね、はい、食べましょう。はい、取れてるんだけど、はい、まあまあいいんじゃないですか。こんな感じでいいですね、美味しそうに盛り付けました。はい、じゃあ食べますか。食べますか。はい、いただきます。私だけ先に食べちゃっていいの？うん、リミ食べる？シュキーン、何それ？いただきます。はい、リミどうしよう、うん、ちょびっていいよ、うん、ちゃんと座って、スイッチ中ですけど、ね、いただきます。そうですね、クッキーみたいな感じだからちょっと周りが固い。どう？いちご入ってんやん、これ。そう、いちごもちょっと入ってん、うん、おいしい。どう、りみちゃん、お味は？おいしい。グー。よかった、よかった、うん、初めてにしては、すごいね、うん、頑張ってね、生地から自分でね作ったもんね。そうなの、バターと片栗粉と、はい、いつもセットを買ってきてセットで作っちゃうんだけど、今回はね、ちゃんとレシピを携帯で見ながら、はい、やりました。すごいなんかね、いいじゃん、なんか元とかまた違っていい美味しさがあるというか、うん、そうだね、やっぱちょっと味が美味しいかもしれないね、うん、美味しいですね、うん、いや大成功で、うん、リミ充電しながら食べる、美味しい、これよかったね、よかったね、はい、はい、ということで6時からね、なんと今日は初めてボイトレ、はい、ボイストレーニングにちょっとチャレンジします。はい、ウームの方のね講座なんですけど、はい、マンツーマンでオンラインでやります。はい、はい、なのでね、どういう感じかまだわかんないんですけど、もうどういう感じなんだろうね、基本かな、最初はね、きっとね、どうするのかわかんないんだよね、パパ呼ばないと。そうね、まあまだ時間がちょっとあるので、またね、間近になったらパパにやってもらいましょう。はい、はい。